星5つ目をかけて戦おうと約束した二郎さんが脱落してしまいました。二郎さんに勝って星5つ目取りたかったんですけど、もうその勝負かななくなったんで、今日4つ目取れるかどうかレビンさんとの戦いになりますがもう戦う前から負ける気全くしてません。まあ弱いですよ。もう自分の台のこう展開に夢中になりすぎて、いろんなこと喋ってる間にどん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 サンドにお金入れてると思いますんで、今日楽勝です。覚悟しておいてくださいよ。おーレビン、覚悟しとけよ。いや、確かにこういう対戦ものは今まで結構勝てなかったけど、でも相手が審査さんでしょ。負ける気しないけどね。審査さんにあんまりサミニストっていうイメージがない。いやサミニストは俺でしょ。いや北斗だったらまず負けないからね。今日は余裕で勝ちます。サミニスト、さあ始まりました、はい、サミニストでございますけれども、はい、レビンさん今回初登場ということでよろしくお願いいたします。お願いします。いやサミニストでレビンさんと戦うことになるとは。最近ねちょいちょいね、はい、シーサーさんね、そうなんですよ。なんか対決なんですねやっぱりね。もうあなたと私は対決しかなんで会う機会ないですか。仲良くやってもいいじゃん。なんであなたとは対決しかないみたいな。仲良くできる番組では一緒にならないですよね、まあ、絶対こう蹴落とすみたいな、はい、なんか文句ばっか言ってんのね、対決ですからね。まあ多い、はあ、仲良し講師はいらないんですよ。なるほど。というわけで今回サミニストやっていくんですが、はい、うん、今日はできればねこうせっかくレミンさんとできるんで、はい、同じ機種でこう対戦できたらと。いいんですか。同じもし隣と座れれば。あそうですね、はあ、座れたらで対決ではあるんで、はい、まあ、もちろん僕はレミンさんを叩き潰しに行くんですけれども、ただやっぱりこのプレイヤーとしてはかなり僕、うん、レミンさんリスペクトしてまして。いや、なんすか急に気持ち悪い気持ち悪い。それは本音なんですよ。あそうなんです。ちょっとレミンさんの横でいろんなものを盗めたらいいなっていうのもあるんで、戦いながらもちょっといろいろ勉強させていただこうかな。僕もちょっとそっちに脱線しすぎないように、はい、あまりその知識ばっかりで、いや対決してるの忘れちゃうんで。そうですね、それは忘れないようにやっていきたいと思います。そうそうそう、はい、というわけで対戦のルールの方をまず見ていただきたいと思います、はい、さあ対戦ルールはこちらとなっております、勝利条件は基本的にさだまさまい勝負です。出演者は最初2つ星を所持した状態からスタートします。で今日僕3つすでに持ってる状態なので、はい、2つ3つの状態からスタートします。この星を取り合うという企画ですね。なるほど。でもちろん勝者が敗者から星を取るということになっております、はい、基本的に、まあ、星はワンベッド1個ずつをこうかけて戦うんですけれども、あ双方の合意があれば、なるほど、今日は2ベッドやるとか、ああなんなら3つ積もってるんで、うん、もう0か6の勝負するみたいなのも OK、うん、あ3つずつの人は、ね、これ後で決めましょうね。なるほど、はい、そして最終的に星を5個獲得できれば、うん、サミニストに認定されるということですね。なりたいな。逆に、うん、星が0になってしまうと、うん、本企画からは脱落となりますあもう出れないですね。すでに脱落者出てます。出てる出てる。あれは怖い。さあじゃあサミニストって何なの、はい、っていうところなんですが、サミニストの称号を得るとですね、はい、トロフィーとサミン商店でのコラボグッズ制作の権利を授与されると。それはいいっすよね。いうことなんですよね。本当にね。まあこんな感じのね。それ素晴らしいっすね。だからまあ脱落も嫌だし、なんならサミン商店でそのコラボグッズ、いや作りたい作りたいじゃないですか、はい、そのためにもぜひね、まあ僕から取るのは難しいと思いますけれども、最終的にはあの星5つ食べていただきたいな。取ろうとしてきてますからね。でもね、まあここはね、お互い意地と意地のぶつかりになると思いますけれども、はい、どうします星僕3つありますよ。3つあるからさ、先に出て3つあるから、はい、それは2個かけても生き残るじゃない俺はほら終わっちゃうじゃない。いくつでもいいですよ。いやレミさん、一発で決めようとしてるの。そこで今日勝ったらもう決めてやろうみたいな。チャンスだなと思ってるで。そうでしょ。レミさんスロットはうまいけど弱いから、ね、確かに弱いから弱いですね、はい、どうします。じゃあ決めていいでしょ。1個で。あ1個で1個で。いや俺も出たいもん、もう1回負けても。ああなるほど。そう負けてももう1回サミニスト出たい。じゃあとりあえず今回ワンベッドということでやっていきましょうか。はい、いいっすか。はい、はい、さあそれでは星のベッド数も決まったところで、はい、早速バトルの方いきましょう かよろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあスロットフロア2階です。え、すごい乙女が満席。この4台なんかちょっといいんじゃないですか。そうっすね、なんかいいな、ここ家で売ってるみたいで、なんか場所も結構大事だな。家のスポットみたいな。うわじゃあ横で、はい、じゃあ今日北斗で行きます。はい、
さあレビンさん、はい、準備整いましたということで、まあ今日は北とかカバネリカみたいな話してましたけど、まあね、まあ、70番以降の入場だったので、うん、まあ、間違いなく並びで取れる北と、はい、というところでいきましょうか。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあレビンさんの隣で北と打つっていうのはちょっとね、僕にとっては緊張感のある実践になりますけども、ただバトルという面ではもう早速いきなり強水か引いてんの。だからまあ朝一の状態がこれで分かんなくなりましたよね。まあそうですね。でも天国だったらね 50% ですね。 50% ですよね。ただ朝一に関しては若干ね BB 終了後より行きづらくなってるんでね、はい、はい、対決ばっかっすねこれ何回かやらせて。そうですね、だいたい仲良く打つみたいなあんまないから。ないですよね。僕とレビンさんが仲良く打ってどうするんですか。いや戦わないと。いやこの組み合わせがないから、この組み合わせがバトル以外でありえないですから。なるほど。だって一緒になんか機械を宣伝するとか、うん、ああまあ違うか、そういうのはあの土俵がちょっと違うんで。あ、ちょっと違う感じか。やっぱ相まみえる時っていうのはどうしても対抗戦対決になっちゃうんだな。なんか他の人は結構協力してとか仲良くっていうのはあるんだけど、シーサーさんたまにしかやねえのに、ね、たまにやったらもうなんかゴリゴリにいっぱい文句言われて対決ごめんなさい、文句を言ってるのは確かなんだけどそこを否定するのかと思った。そういう企画だからしょうがないですよ。まあまあそうでしょ。でも、うん、内心はものすごいリスペクトしてます。先に言っときます。それを前提で、おっと、ちょっと待って、すごいなこれ。A って今チャンスであるんですけど、引くに越したことがない役なんで。いやそうですよ。やっぱ上はなんだかんだ引けますからね、強水化。で今マミヤ来た直後の強水化なんで、ちょっとここはチャンスですよ。いやもう普通に天国にはいるでしょ。天国にいますね。天国にはいる。まあ当たっていいんじゃないですか。の可能性も全然ありますよね。全然ありますよ。これがコンスタントに引けてる時っていうのは常にワクワクできるんで、やっぱ楽しいですね。確かにね。あと相手に与えるプレッシャーも大きいので、こういうバトルでは2位ぐらいでいいかな。2にしますか。2にしましょうか。いやでも強水化引かれた方が嫌だもんな。なんか中段チェリーよりもしっかりモード上がるし設定差あるし。そうですよね。そう、まあ、中段チェリーも出現率一応あるんですけど、やっぱ強水化の方が結構差がある。中段チェリー以外の役が仕事する台がいいじゃないですか、うん、はい。さあ朝一チャンスありましたけど結局前兆には移行せずでした。さあそしてちょっとサミニストっていうところでお話をすると、まあ、今回レミンさんが初戦じゃないですか、はい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 、星を2つ持ってスタートしてます、はい。まあ、2つあるから余裕だななんて思ってると、ジローさんみたいにねもう2連敗で脱落っていうこともあるんで結構この1戦目で3つになるか1つになるかって差は大きいんですよ、はい、最初の大事ですね。初戦ね、勝つか負けるか、まあ、俺目線で言うと2連勝すればもうリーチなので。あ、まあ、ほら3個持ってるとちょっと余裕あるじゃないですか今。いやー僕はもうストレートで行きたい、ストレートで行きたい。あと3回出れるでしょ。だって1回も負けたくない。無茶な勝負しなきゃ。あと3回出れることよりもあと2回で決めたいですね。サミニスト、あいいね、ポジティブな。いやこれ静かな立ち上がりですよ。まあ大体こんなもんじゃないですか北斗は、でも結構今もう皆さん結構入れてる人いるからね、このセッティング中に無双転生バトル、無双転生の音聞こえてきました、ね、いい音が聞こえてきて、この時間で無双転生入ったらもう今日1日ハッピーデーですよ。すごいな。あ、ちょっとうまいこと言ったんですか。あ、そっか、今日3日でしたね。いやそうだ、毎月3日はサミハッピーデー。普段からハッピーデーとか言わないでしょ。で今日たまたまね10月3日にお邪魔してますので、サミハッピーデーということで、一応松さんの台に座ってます僕は、はい、お初レア役が中南チェリー。ただモードは下 25% 4分の1。ほらほらほら、逆が良かったな。あー、今の演出で気になってたことが一つあって、はいはい、まあ、カドチェリーの場合があるじゃないですか、はい、でその演出プラスカドチェリーの時僕2回ぐらい本前兆行ってるんですよ、なんか演出と弱レア役の組み合わせもやっぱ多少あんのかなと思って。 ありますよ。普段は強レア役対応なんだけど弱が出ると天国以上濃厚みたいなのもあるし。そうですよね。そうそうそう、指ポキの弱チェの時も、あ、まあ、カドチェの時もそうでしたもん、うん、うわ、一応若干チャンスです。10ゲーム以内なんで。お、若干ね、これ4ゲーム以内だったら当たりなんですけど、カウンターついてから3ゲーム以内のバトル発展と4ゲーム以内のラオステージ。結構よく出るのはこの雷鳴ゴロゴロって言わないで外れ目が止まるっていう本前兆パターン。あー、リプレイ否定のやつ、ね、リプレイ否定が結構出ますね。それは意外と意識してるとゴロゴロって言わない、今ですね、これ大体リプレイ揃っちゃうんですけど、はい、これで
ベルが普通に止まる。ああ、当たってんじゃん。それ初代もありましたよね。はいはいはい、はい、当たってませんでしたね。10ゲーム以内はだからそんなに熱くないですね。ややチャンスぐらいですね、うん、ややチャンスと。盟友の二郎さんがちょっともう脱落してしまったんで二郎さんの分まで頑張りたいと僕個人的には思ってます。動画見たけど、あんだけやり合ってた2人でもういないんだよ。だから最後は星の取り合いをお互いしようぜって言ったのに、言ったのに、もうなんか4つずつにしてやり合うっていうのもいいねなんて。何を言ってたんだよあの二郎は。ああ、やっといた俺も。氷水化、まあ、天国で 50% と言われてますけど、はい、通常以下だとどんなもんなんですか。通常以下だと、まあ、設定1の数値が出てるんですけどね、はい、地獄でも 6% ぐらいありますね。あ、で通常で 10% ぐらいある。あ、じゃあ通常だとまあまあでも10回に1回ぐらいそのまま当たってくれるんで、1でも、うん、だからまあそれなりにあれみたいな。天国じゃなくても当たる可能性で、地獄にいて 6% 当たるって言いましたけど、はい、天国に 25% ぐらいでピュンって飛ぶんですよ。あ、地獄から地獄から天国まで一気にっていう。1個上には絶対上がるじゃないですか通常には、はい、それ以外でも4分の1で天国に上がってるから、結構だ地獄で引いてもあります。強水化の役割って大きいですね。かなりでかいです。だから打ち慣れてくるとやっぱ強水化の方がなんか嬉しいっていうか。そうですよね、絶対上がってくれるし、その分やっぱ出現率は重いですけど、うん、そう考えると出現率にも設定差があって、はい、そのまあ、当選率にも設定差があるんであれば、うん、やっぱり1と6の差ってかなり大きいなって思いますね、うん、そこじゃないですかね。やっぱりね、強水化でだいぶ強水化確かに嬉しい。もう1日、まあ、1日というか3000ゲーム4000ゲーム回して、はい、全然500分の1とか600分の1になることもある役なんで、ね、本当に引けない時は来ないですよ。今まあランプ矛盾したんで、もう天国以上は天国矛盾。リプレイで矛盾だったら本前兆なんですけどね。リプレイで矛盾は本前兆、はい、リプレイで色矛盾はもう本前兆です。あの天国以上じゃなく、あとレインボーね、レインボー、はい、初代はレインボーがね確定じゃなかった。初代はそうですよね、レインボーは降格以上でしたもんね。矛盾の一つ、はあ、ね、入れられてたんですよねあれ。でリプレイの矛盾も前兆じゃなかったですもんね、はい、それをいやそれは当たりにした方がいいだろうっていう、今令和だしっつってそういうの開発の人が改善されたんですね。やめようと。それはあ、これは熱い、これは熱いですね。天国以上出た後ですもんね、うん、でリプレイもほぼ引いてないですがね今。頼む、これ逃すと結構痛えな。いやこれ怪しいな、当たってねえだろ。ヒビがこの辺で、あ、おわー、先を越された。そのパターンか。ヒビが割れればっつってたらもうプレミアムが出てる。いや今のさすがになさそうだなと思った瞬間のそれは気持ちいいですね。一番良くない俺のヒビがっていうのをかぶってる何年やってんだよっていう、ちょうどプレミアムの初当たりで絶対使うところで今ヒビがでかぶるっていう。ちゃんと聞こえてましたよ。聞こえました、ちゃんと聞こえてました、大丈夫です、はい、誰の台が言ってんだろうと思ったら俺だよ。はい、もちろん当たりですね。まあ、プレミアムエース出た時にあんまないけど、この確定画面行かなければ北斗揃いっていうのもある、はい、見たことないです。あれは違和感ありますよ。でもうわ、もう絶対これ行くんだろうなと思ってポンとしたら、いつも期待して押すんですけど、シーンってこう戻るのこの画面に。もうその時点でですよ ね、 そ の、 すね、うん、その時点でもう北斗です。はい、ということで8000円ですね、242ゲーム。安い、はい、ここでレア役引いた時に一応共闘の可能性あるとか言っても一回も共闘したことないですよね。V ストックの抽選、はい、まあ、主に強水化だと 20% ぐらい、はい、で中断チェーンだと 25%、はい、まあ、リーチ目はまあ別として、リーチ目は共闘まで確定するんですね。時共闘なんでめちゃくちゃ熱いですけど、そうで V の場合は表示されないんで内部的にただ継続してるだけ。あ、見た目わからないんですね。わからないです、ここにいないから。だからそれは取ってる可能性あるんですよね。ただ共闘の場合基本いると最初から、はい、たまに他の人で見たことあるんだけど、はい、いきなり霊がいるみたいな。いやー、ここで引いてるやつですね、それは。なんでちょっと中断チェリーとか結構引くんだけどいたことないから、はい、まあそれでね、あの初戦突破してるんで、まあ、V は取ってるのかもしれないですけどね。はい、はあ、まあまあまあ、まあまあまあ、この辺は入り口としてはあるわけですね。まあつかみですよね、うん、つかみの後ろ裏でやる気をそぐような連チャンをさしちゃおうかな。やれるもんならやってみろやれるもんならやっちゃおうかなあんまなったことないけど朝一からもう僕はレミンさんがスタートダッシュかましてるのを見た記憶がない ないです実際。なんかお昼過ぎぐらいまで結構もがいてる時の方が多いイメージ。も
ほら行ったぜ朝からってないんじゃねえかな、ほぼ。ただやっぱ怖いのは無双転生ですよね。もうオーラとか関係ないんで、まあ そこは関係ないですね。子役パート中のバトル降格っていう概念が、はい、発表されてましたけど、はいはいはい、あの時のバトル当選率むちゃくちゃ高いじゃないですか。どうやったらその降格いくのって思ってるんですよね。チャンス目です。あ、チャンス目で、チャンス目の 50% なんです。あ、チャンス目の 50% なんですね。チャンス目自体で 7% で宿命バトルなんですけど、はい、それよりも重要な役割になってるのは、はい、50% で降格にいく。めちゃめちゃさ、チャンス目大事ですね。そうだ、チャンス目のあと連続して、はい、ゲッヘッヘッって赤ナビとか出たらめっちゃ熱いです。お、半分は降格いってるわけだから、はい、仮に角地でも2分の1でバトル出てくる、はい、そうっすよね。そうだからチャンス目のあと子役固めたらめちゃくちゃ熱い。逆にそこで固めてるのに全然出てこなかったら降格 50% 漏れてます。降格移行した時っていうのはその子役パート中はもう降格にいるっていうことなんですかね。転落はしちゃうんですかね、どっかで。あ、3ゲームです。あ、3ゲームなんですか。ほぼ 50% 非当選でしょ。で残りの 50% のうちの 45% は3ゲームなんですよ。一応それ以上も振り分け的にはある、まあ、あと、いや一応5と10があるんですけど、はい、ほぼないんですよ。なんでほぼいったら3ゲームだから、チャンス目3ゲーム以内で来ましょう。なるほど。そうそう、まあ、それができればバトル発展の、はい、まあ、大チャンスということで、ね、でその情報を知ってから1回も子役引けねえです。このあとチャンス、このあとチャンスって1回も引けない。やっぱパテスロって意識するとやれなくなっちゃうんですね。ほら来た、熱い。79% 確定して、はい、94% ですね。ループ率じゃなくてね、期待度ね。何度か僕はそこで終わってますけどね。いやこれ意外と終わるからね、この 6% 94% ですね。そこはしっかりケンシロウに出てきてほしいところなんですよね。そうそうそう、まあ、いやでもまだ危ない、うん、おもう何も信じられないですね、確定以外はね。北斗一星でも負けるんで、やっぱそうそうそう、94、95意外と負けるからね。負けてるんですよ、北斗一星も。視聴性まで来ないとちょっと安心できないんですよ。レア役、そうね、やっぱ引かないと。まあでも160分の1とかだから、5回ぐらい子役パートやって1回ぐらい宿命バトル行けばいいかなって感じ、確率的に。早く行ってほしいと思うけど、まあそうですよね。そんなもん、30ゲームしかない。 V ストック自体は本当に10セットに1回あるかどうか、うまくいけばもちろんね、立て続けにっていうことはあるんですけど、そうです、早く頼むと思うけど、まあ160分の1ぐらいなんで、5回ぐらい子役パートやってようやく行くかどうか。まあ、あとこう正式なこう数値がわからないんで疑問に思ってることがたくさん北斗はあるんですけど、まあそうですね、あの V ストックをしましたと、はい、であれが複数セット継続することが、まあ、共闘ですね、はい、共闘ループですね。レイ共闘があって、で次のセットもまたレイが出てきて、なんなら時が出てきてっていうことがあったんですけど、ありました、ありました。あー、ループ取ったんだ、あれって。いやだから、まだ、いや僕はその時に、はい、何だったんですか、なんでこんなことが起きてんだったの。共闘ループ抽選同時にやってます、あの勝った時に。それがレイの共闘の次に時共闘っていうパターンがあるんですね、はい、それはもうあのランダムみたいな感じです。共闘した時はそう、ね、どっちも出てくるっていう最強の。だからそれ知ってるんだけど一回もなったことないから。無双転生バトルは何度か言ってますけど、はい、そのエピソードを僕1回しか今まで弾いたことないんで。ああ、昇天ね、いわゆる。そうです、時昇天。一番嬉しかったのは、はい、あの無双転生チャンスあるじゃないですか、はい、で失敗して、あ、聞きどこの画面でネクスト500パートいたで叩いたら割れるっていう、ああ、あれをこの間味わって、わあ、そんなパターンがあったかっていう。リプレイ揃ってなかったですか。出目見てないですね。リプレイ揃ってたらあの逆押しのバー揃いかもしれないですよね。あ、そこ出さないで、カットイン出さないで。あのゲームまで抽選されてるってことですね。全く一緒です、同じ抽選で。 あの白場を狙いが出なくなるんで、あそこでもし揃えてても中押ししてただのリプレイでバコーンっていく可能性ある。あ、セブフラなってみたいな。いや、それ以来あのネクスト子役パートのゲームもちょっとそこ高確率なわけじゃないから別に。なりました。さあ、レミさんが3セット目のバトル、まあまあ、出だしとしては順調じゃないですか。あ、やってきた。さあ、421ゲーム今日初めての中断チェリー。おっと、ここでメッセンジャー2ゲーム目。え、めっちゃ、え、2ゲーム目、これ熱いでしょ、めっちゃ熱いでしょ。いやいや、あ、ちょっと、ちょっとちょっと待って、これ北斗揃いまでありますよ、レミさん。ありますね。この数字がでもね、4じゃないですか、はい、一番期待度低いですね。この中では7はもう7が一番大チャンス。もう7出たらめっちゃ北斗で、3が次に熱いですよ。で、6、5、4があるんですけ ど、そのうちの数字が大きい方が一応ちゃん。ただあります、一応可能性はある。まあ本店長はもう濃厚です。あ、まあそうです、たまに外れますよ、でも
何のこと言わんで、でももう流れ的にはもう外れることあるんですか？ありますそれ。だから AT 中はただの発展で終わるのをよく見るんですけど、はいはい、いやあります。見たことないですよ。確定じゃないです。でも熱いです。いやでもこれはもう今これ3ゲーム目でしょ、発展がバトル。あそうですね、3ゲーム目です、ね、3ゲーム目で発展はもう確定です。だそれでもう OK で、ああこれ一回あれじゃない、あここで決まんないほうがいい、あ決まったら、決まったらやばい、決まったらやばい、あー危ない危ない、ここで今決まったら北斗揃いですよね。そうだから今超ドキドキした。危ねー。アペシ、アペシも普通の断末まで出る時もあるんですけど、はい、ちょっとえ4ゲーム目いってない、いきました4ゲーム目北斗ですよ。ですよね。今負けて復活はもちろん北斗じゃないから倒れると思ったら避けてたから北斗だ。ごめんなさい、アペシはどこで出ても確定なんで。おいやりやがった、やりました、マジかよ。4ゲーム目4っすよね、今間違いないと思いますけどね。バトル 3?3 じゃないか、えちょっと待って、ケース3じゃない、 4? だって9でテレレレって、あ違う、ほら3でしょ、いや3で発展しませんでした、あと3、2、1で、いやちょっとすいません、4いった、あでもそうか、4って出て4全部使ったのか、そうです。で5ゲーム目でこれです。いやバトルが4続いてれば確実に北斗です。北斗ドルですね、はい、出てこなかったら3ってことですね。今我々はちょっと今ちょっと興奮しちゃったけど、バトルの回数曖昧ですいません。4だったら北斗、リプレイ揃うか、あ揃わない、リプレイが揃うと何なの、一応北斗決まってる時って、はい、赤7下段から揃う赤7のリプと、はい、フェイクのリプレイあるじゃないですか、はい、それ出ないじゃないですか、もう北斗だから、はい、昇格みたいなの出ないから、それが通常のリプになるんですよ、はい、それが大体500分の1ぐらいで出るようになるんで、中から押してて普通ハズレしか出ないのに、北斗の時だけただのリプレイが揃う、はい、だリプレイ揃ったらもう北斗揃い、北斗ってことなんですね、もう揃ったら、まあ、500分の1ぐらい、500分の1ぐらい合わせても500分の1ぐらいなんで、そう、その時にピッてリプレイできたら、うわ北斗みたいな、それはちょっとお尻浮きますね。そうなんですよ、だからちょっと意識するだけでちょっと楽しいです、ね、リプレイ揃うかもっつって、そうそう500分の1ですからね。でもレア役の時はもう枠フラッシュしたりするんで、何もなしでドンって止まったらもう、そうですよね。そうなんですよ、もうそれ面白いですね、手止めてわーって言っていいぐらいです、カメラにこのタイミングですね。そう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 です、すげえ引っ張るな、7分の1なのにな、ほらな、来た来た来た、やっぱそうだよな。やっぱそう、なんか持ってるなこの人は本当に。やだわ、対決すんのマジで。ただレインボーとか出しちゃうと単発でプレッシャーが、プレッシャーが出さない方がいいんですか、レインボー。黄色でいい。黄色でいい。ああまあ、まあ、いいとこじゃないですか、いいですね、緑ちょうどいいじゃないですか。89も期待できるし、いや嬉しいな。ちょっとレミンさん、はいはい、焚きつけるようで申し訳ないですけど、はい、写真撮っていいですか。え、はい、入って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 、このとこ、入ってここで、はい、はい、チーズ、もう一枚、はい、チーズ、はい、僕の北斗ぞろいを一緒にして、何それ、人の揃ってんので撮ったの初めてなんだよ。大丈夫、レミンさんの横で北斗揃えたよ。行きましょう。さあここからですよね、うわ本当の勝負、中断チェリー、中断チェリーなんですよ、はい、でこのゲームなんですよ、百裂拳出ますよ、はい、当たるかどうかさておき、タイミング的にはこの次のゲームの方が良かったってことですか。このゲームでヒットです。このゲームだとかなり高確率で百裂拳になります。で次のゲームは、はい、まあ、技はなんか出てるじゃないですか、はい、それがヒットします絶対に。ってことは無双転生チャンスのチャンスってことですか。ここ は, はい、し、84% ループに格上げされますよ、当たったら。あ、百裂拳当たれば、当たれば、当たれば、ただ結構当たんねえですよ、これ出ますよ、百裂拳。これリーチ目だったらやばいけど、リーチ目だったらもう無双転生チャンス以上です、はい、あここでテンパると、はい、リーチ目なんですよ、これ中段チェリー、これ百裂拳、あ当たった、当たった、当たるかどうか、あ出ない、初めて出なかったここで。いやいやいや、え？これヒットすれば無双転生チャンス。そうなんだけど、ヒットすれば、多分ヒットしないでしょこれ。ヒットすればまあ3分の1ぐらいですね。あ、初めてあそこで出なかった。あんだけ騒いだの。レミさん、今まで全部。
まあ、そういうこともあるっていうことですよね。大体こうやってな、当たんねんかいってなるんだけど、はい、まあ百裂拳がヒットすれば 84% 以上の示唆いやということで、もう確定です。もう確定上がるんですよ。もう66にいても79にいても百裂拳ヒットした時点で内部的に84になって、はい、かつ8割ぐらいが無双転生チャンス。無双転生チャンスの示唆としてもこれ出てくるんだって思ってたんですよ。あ、違います。もう内部のループ率もガチで上がります。だからそれはもうどっちも取ったっていうことだったんですね。めっちゃ強いです。だからそれ無双転生チャンス成功すら94いくし、無双転生バトルね、はあ、失敗しても84に戻るんで最強です。それはそこまで熱かったんですねそうそうです。あ、結構ヒットしてですね。それがもう楽しいんだね、この台は。一応百裂拳が出るチャンスとはなってるんですよ今、はい、あの公表されてるやつでもね、はい、ただ俺は実践上全部百裂拳出てたから、今ちょっと断言してみようと思って出ますって言ったら、なるほどなるほど、やっぱチャンスなんだ。出ますじゃなくて一応出ましたっていう言い方ですね実践上今までは全部百裂拳出ましたね、ちょっと静かなトーンでその訂正しなくていいですよそこまで大きなミスじゃないでしょ別に。さすがに北斗揃いで単発はダメでしょって言ってたら、まあ、実際僕も体験したことあるんで怖いですよここは。一応赤七揃い俺4連いってるんで、はい、気をつけてください。北斗揃いなんで一応念のため白オーラで、はい、だから何だから何なんですか今プレッシャー感じてるから、今ラオ出たらプレッシャー感じるからすごい。大丈夫です。ラオ、あーこれ危ない。大丈夫、姿勢ある、姿勢ある、おー視聴者出た、よかった、クソって今、まあ、いやちょっとビビらすぐらいやってほしかった今あの間がちょっとドキッとするんですけど、あの安心感はいらなかった、ね、大丈夫です、はい、なんだよ北斗揃いですよ、北斗揃いなめんなよ。いやこれ84以上あるんだぞ。倒れた方がいいですねこれだったらね、倒れてユリア復活に期待した方がいいですよね。84なんで出るかもしれない。もう分かってるんで別に、まあ、出たら嬉しいけど、いやいやほら無双転生チャンス濃厚になる。あーなるほど、そう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 、え、無双転生チャンス濃厚？濃厚です。ユリア復活ですか？ユリア復活です。84プラス、そうです。無双転生なんですか？そうです。じゃあ見せていただきましょう。まあ基本割りっすよ。僕は 84% 以上が、まあ、分かるっていうだけだと思ってたんですよ。あのね、84以上で何でもないやつっていうのは、あの雲流れて倒れる。はい。あれは別に無双転生チャンス関係ないですけど、それ以外の、まあ、時無双転生はもう濃厚だし、はい、パンチの時よけ。はい、とかも全部、まあ、ユリア復活もそうですけど84プラスプラス無双転生チャンスの期待大です。それだからなんか84以上の昔より見なくなったなっていうのはそういう理由です。なるほど、それが無双転生チャンスまで来ちゃうから確かにそう出せないです、なかなか出ないですね。昔は結構出たじゃないですか、あの上にいるとパンチで時が出てきてスッて避けたりとか、はい、やっぱレヴィンさんの北斗面白いでしょでこれからもうこれバンバン喋れるでしょ違う僕は知ったような口あんまり聞かないんで喋るとしても、いやこの間レヴィンさんと打った時にこういうことをおっしゃってたんですよって多分今いやいや、でも知ってるとまあ楽しく打てるて、まあそうですね、うん、間違いないですね。そろそろじゃないですかレヴィンさん。いや白の割には頑張りましたよ。いやいや、セット目までまだまだ。いや来た、中段チェリー引こう。あーまあ終わりか、さすがに。お、ラオからだ。お、このマジでアミバ、初めて出ますアミバやば、ありえますね、まあ、1-2% あるんですけど下でも。お、ラオからだ。さあここはラオの先生のアップだったので、まあチャンスですね。さあ2セット目なんか順当っすね、危なげないですね、ここまでは全く、はい、あと出てないけど後継族の時の方があの違和感演出が出やすい気がします。あのラオスタートだったり、あのカクカクしたりだったり、ね、結構出るじゃないですか違和感演出。確かにその継続してるから当然それを見る機会が増えてるだけなのかなと思ってましたけど、うん、いやでもねやっぱ79以上とか66じゃない時の方が実践上出やすい気はします、はい、で特に84以上とかは
逆に考えるとそのあたりが早い段階で出てきたら、うん、もしかしたら後継族取ってるかもって、結構カクカクで豪勝派とか見てたらあれもしかしたらあるかも、あるかもって思いますね、はい、3セット目ちょっと怖いですけどね、パンチなら大丈夫でしょう。北斗ぞろいで3セット目のパンチぐらいでケンシロウが倒れるわけないじゃないですか。クボが止まってても大丈夫ですよ、こんなの。わあ、さらに、わあ、うわ、高速でしたね。いうやつですね。よく出るやつ。はい。おお。パンチユリアじゃないとね。そうですね。まあ、出ただけでちょっとユリア嬉しくなった。出た。あのー、パンチユリアじゃなくてパンチユリアじゃないですか今。あ、パンチユリア俺らボケてたね思いっきりパンチでユリアだからそれ行くよ。パンチユリアでした、失礼しました。で、はい、実戦上武装転生チャンスの突破率僕 50% あるんですよ。ちょうどちょうどね、本来 33% と言われてるけども。さあ行きましょうか。ここはちょっと気合いの入れどころです。パンチユリア、さらっと出てた今もなかなか見れないなんて言いながら、うん、確かにね。なんならこれ1回で今日の勝負決まるかもしれませんよ。二角狙ってですね、そこはね、やっぱやっぱやりますよね。俺こんなチャンスなかなかないですから、言いたいからって。もう大丈夫ですか、勝ったりもね。いやまだ7ゲームありますからやめてください。中段チェリー行けば 75%、 引きたいな。強水化で 50%、 強水化でいいんだもんな。やっぱ 50%、ベルでも第3までドーンって言えば 25%。 あ、 25% あるんですか。 25% あります。ドーンドーンドーンでプッシュまでいけば 25%。 もちろん途中矛盾してたらドーンシーンドーンとかだったら 100%。 それね、見たことないんですよ。何ですか、これで第3でプッシュまでいってくればとりあえず4分の1で期待できる。やばいな。お、ラスト、もう1ゲームある。ここでね、ここでこの間パリってなったんですよ。次のゲームある。同じ抽選、同じ抽選。セーブフラなるかも。あこのチャンスはね、残念でしたけど。あぶね。継続する限りまたチャンスは来ますんで。それ行かれたらもう結構勝負ありみたいになる。マジですね。まだわかんない。これだまだわかりません。サマイ的にはまだレビンさんの方が今優位ですから。ね、さあ4セット目のバトルです。レビンさんを超えれるかどうか。そこで終わったら一緒ですね。一緒ですね。むしろ僕の方がちょっと劣勢に立たされる。ここで終わったらショックが大きいですから。まだまだ終わらないでしょ。まあさすがにそんなところで終わられても困りますけど、ね、ただ北斗ぞろい僕2セット4セットとも終わらせてますね。何度か偶数のセットはちょっと僕の中で鬼門なんですよ ね、 なんかね、記憶に残るからね。はあ、ほらうーは言ってたら言霊ってあるから、やっぱり。あ、でも全然避ける可能性ある。あ、食らうと怖いよね。いろいろ悔やまれますよ、これ終わってしまったら。全然雲動く可能性あるから、防潮波でも。雲高速まであるから、全然。わ、いや。あ、まさか？まさかの641枚です。ほら。2連4連多いんですよ僕。多いんだ、本当に言ってる通りな。うわちょっとこれはやっちまいました。いや全然子役持ちないしな、むしろなんでアミバボイスが出たんだぐらいの。赤になれ赤になれ白か。天国いるんですかね。リプレイを引く前に何か引きたいですけど、あんまりね、それを意識すると今度リプレイばかり言っちゃうんで4号機の時なんか無理やりリプレイ外してましたけど意味ないですけど、赤ならためて来るな。4号機の北斗の時はどんだけこぼしてきたかわからないぐらいこぼしてますね。信じられないぐらいこぼしてますよね。
今だったらもう少し丁寧に押しただろうなって思うけど、はい、あの当時ってあんまりもう関係ねえやみたいな。たね、あの当時何やってたんですか。もうやってました。仕事ですか。はい、2003年ぐらいです。2003年は今からちょうど20年前です。ちょうど僕が上京していろいろやってて、で25歳ぐらいの時、その後夢を諦めて熊本帰って、はい、ちょうど初代北斗ある時に、でこれで、はい、もうそろそろ定職に就かないかなっていう時だったんですよ、はい、その時ホールクと初代北斗があったんですね。そうですね、初代北斗とか吉宗とかあって、では仕事をせないかんっていうところで、まあ、一番今までこう自分が時間を費やしてきたものを職業にするのが一番いいんじゃないかと思ってパチンコ業界にこう入門した時期ですね。それ店員さんになるんですか。最初はホールスタッフです。あ、そうですね、はい、でもやっぱり4号機の誘惑に負けてしたくなっちゃって、仕事もねなかなかこう手につかない時もありましたよ。パチスロ打ちたくなっちゃって。そうです、あ、朝から並びたくなっちゃってだってお店に行ったらもうここにチェリーが止まってんだもん。ラオウステージとかジャギステージで始まるんですから、朝はお店によっては天井まで終える予算がないのに打ってたこともよくあるんですよ。何度こう1500過ぎたあたりでね友達に電話したりとかしたか苦い思い出もたくさんありますね。後先考えずに打ってたな、そう考えると。いやでもそんなもんでしょう、その当時は。さすがに天井までいかんやろうと思って、ね、そうそう、天井のオケないですから。打つ前に分かんだろうっていうね、届かないの正直金で。そこで何万円も使って、あっつおいおいおい、なんで、はい、もう当たりじゃないですか。あ、チャンス目いったんですか。チャンス目いってないです。え、カドチェリーです。カドチェで当てた。カドチェリーです。天国中のカドチェ一応あり 1.75% ありますから、ね、はい、1でももうこの時点でですよ。いいな、まあ、カウンター発動してないバトルはねもう当たりなんで。さあ2発目は僕の方が早かった。いい当たり方、こういうの嬉しいですね、うん、あ、しかもジャギステージのウイグル、しかも2連続北斗やったらすごいですよ、この動画史上。なかなかない、ね、いやなかなかないでもその可能性あります。ありますね、確定ではないけどね、一応チャンス。ジャギステージのデビルリバースウイグルはドキドキしますね。デビルリバースはさすがに強いと思うんですけどね。でもウイグルは結構ここで負けて、あ、あります、ね、ジャギと戦うパターンもありますね。あ、勝つな。うわ、ありえるな。でもさあジャギステージウイグルあるな、これ189ゲーム、持ち込み387枚残してます。やる可能性あるぞこの人、2連続。ああ、いきなりすごいね、フェイク引いたらすごいけど。はい、赤7でした。緑オーラ、緑ですね。意外と北斗で4連の後の赤7はやれる説。確かに北斗より頑張ったやん、そういう結果にしたいですね。いきます。まあ、僕はこの北斗の剣打つ上でバトルボーナスの平均が3連以上あれば十分と思ってますので。はいはいはい、ちょっとプラスになるんですよね、ちょうど3連ぐらいあると。そうですね、横で初当たりが深いハマりがなければ高設定並みになってれば。そうです、まあ、ちゃんとプラスになるっていうのが大体3連ぐらいに。初当たりが300分の1前後でも3連以上あれば。そう、無双転生とか入れてて5連6連になってる人はもう結構大勝ちしてる。そうですね。そうさあまず1セット目はいいじゃないですか。こうやってクリアです。単発なしで今日は、まあ、ちょうど今1万円使ったところなんで、内部ではマイナス460枚ですか、吸い込んでるところですね、3枚で言うと。さあ2セット目、ラオウ、いやーやっぱ偶数セット弱いな僕は。おーっと79以上、気持ちいいな。やったやったこれはめちゃめちゃ嬉しい、ね、それ気持ちいいっす。さっきやれよさっきの4連で買わせよ。さあ3セット目入ります。さあこれでまたプラス域に入っていきました。僕の方は今500枚ぐらい差がある。そうですね、ちょうど500枚ぐらいの差です。うわ、連チャンできましたよ、豪勝派。3セット
雲は動かず、343枚です。さあこれで2回の AT 消化しましたけど、 AT 後天国は確認できてですね、両方ともなしですかね。はい、いやまだ500だからね、天井まで800ゲームありますよ。まだまだ800はきつい。800はもう800はまだ致命傷ですから、そこまで言ったらもう帰っていいぐらい、星渡してなんだけどやめれないでしょ。そう、これはもう一回は打ちますよ、これさすがに。終わったらちょっとアミバ出てるとはいえ、これでしょぼかったらもうちょっと様子見てやめてもいい。やべ、カメラ触っちゃった。あれ、エミさん、それ3枚目ですか。3枚目です。3枚目天井行く頃にはもう4枚、プラスちょっとって感じですよね、はい、一発逆転には焦点必須っていうところですね。そう、2000枚弱ぐらい出さないといけない。で逆算するとドア開いても逆転できないっていう場合ありますからね。そう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 、特にこういうバトル形式はもう制限時間が決まってるんで。そうなんですよ、それなきゃね、まだまだなんつって。そうそうそう、前回がコシアンさんとジャスティン翔くん、はいはい、今なんか終盤こうパチンコ行ったりとか、まあ、その前だと二郎さんがやっぱり状況を考えてパチンコに行ったりとかっていうこともあるんですけど、まあ、そうなっちゃいますよね、逆転を考えたと。パチンコってちょっとやっぱ苦肉の策ですもんね。そう、このバトルにおいては、番組においてはね、やっぱスロットで完結させるのがいいかなと思うんで、うん、もう落ちた後なんですよね、多分タイミングが天国散々いたのに、ね、もうそれ終わって落ちた後に引きましたね。ただ4分の1、うわ今のなゴンズいてくれよ、メッセンジャーいたら最高だ。メッセンジャーが出て、はい、発展しないパターンあるじゃないですか。当たりました、第3で今矛盾25%刺しましたね、はい、そう、発展しないパターン、発展しないパターンあるじゃないですか、はい、めっちゃ熱いですよね、まあ、発動するかもしれないってやつですね。そうですよ、はいはい、あれは本前兆確定じゃないんですか。確定じゃないと思います。 あるのあるんですね、途中でっていうあの矛盾パターンはこれが出るかもねの煽り、ただ熱いですね、全体的にやっぱ本前兆の可能性が高いです。まあ、それ出てる時点でもう強いじゃないですか、はい、メッセンジャーは。そうですね、そう、だからそれとそういう矛盾というか途中で終わっちゃうみたいなのが出るとゴンズでもあの突き刺さった時がチャンスじゃないですか、はい、ダダダダダって出るチャンス、そういうことなんですね。さあレミさんがようやくさあゴンズですね、刺され、ああ、これ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 、おこれが叩いたら言ってるそばからないんだね出ろよそこは。もう結構言ってることが今日出てきてるんでね。ああ第一例だなぞ。通常に戻ればこれで、そうですね通常に戻れば北斗濃厚になるんだけどボーナス、まあまあそうなります743、まあまあここなら天井行けたのにっていうゲーム数じゃないんで。そうですね、まだ遠いんで、まあ投資自体もそこまで、はい、2万1000です。1000枚トータル21,743、2回目の初当たりいきます。ちょっとねもうちょい接戦なんないと面白くないと思うんで、そこででもまあ5連以上されたらちょっと逆頼む。25% あるからね、こう止めれば北斗狙おう。よし、おこれで 25% ありますから、これでいきなりこうレイとかこういるかもしれないってことし、まあ、内部で V 取ってる可能性も出てくるんで4分の1で、まあ、一応リーチ目の時はもう赤くならないんで、 白が出たら多分リーチ目なんですよ、ね、これ。あ、そうなんですね、うん、多分、まあ、これでまあこうなっちゃう。これ中断チェンジで、取りこぼしでもないからね、ちゃんと2枚払い出しあるので、ここ狙っても大丈夫。状況的に僕が優位なんで偉そうに聞こえるかもしれませんが、はい、頑張ってください、はい、まずいやちょっと北斗のさ頼むよ、はい、いい色白より青ぐらいです。色可能性ありますよね。時いや、いたらビビりますよ。いやいやいや、でも内部的に持ってる可能性はある、ね、V はある。そうですね、だから京都の時隠すかどうかはちょっと分かんないです。あそこで取った場合、その京都してないのにボタンが出てきてっていうのありますもんね。いきなり霊がいてみたいなパターンももしかしたら、まあ、あるかもしれないけど、基本は出てくるらしいですね。さあレビンさんが当てたことでちょっとこっちも早く当てないと、ちょっとやばいですよ。もうマイナス域に入ってますので、
こうなるとレミンさんの結果次第で、まあ、5連ぐらいしたらもう分かんないですからね。5連したら僕の方がちょっと立場弱くなります。あ、そうなんす。低いレベルでの真相ゲームを今繰り返してる状況で、これじゃいかんのよ。サミニスト、マイナス前でさ5連すれば危ねえなんてやり合ってて、いやいやマイナスで勝って星取ったって言っても喜べないですよ。取ってなかったですか初戦。いやあれはいいですよ。あれはいいですよ。だからそういうのは繰り返したくないですよ。今は亡き二郎君の初戦しましたけど、ね、マイナスマイナス出た結果になってなかった。やっぱ勝ってプラス収支で星を取らないと。いやそれはそうですよ。何をもって勝ちなんだって話ね。いやそれは相手よりも相手よりもマシな成績だったら勝ちなんですよ。それはルールはそうなんだけど、やっぱ見てる方としてはそうですね、勝ちとは言えないですね。完全勝利やっぱりプラス、甘いプラスじゃないと絶対今日は勝つ。相手がしょぼかっただけじゃねえかってなるだけなんですよ。いやレミンさんにそんなこと言われたくないです。あ レミンさんに対してそういうこと言わせたくないですね、はい、相手がしょぼかったなんて勝つつもりでいますし一番言うでしょ、はい、それ。いやいや言わないと。頼むぞ。よし、うん、これ初戦大事だったから単発はちょっともうきつすぎた。カウンターがつきませんね。こっちの台はもうしばらくこの時期に北斗打ってよ。もうこの低次元の話をカウンターつくつかないで悩んじゃって、2人でもいいおっさんが2人でカウンターつかねえな。いやどういう次元の戦いなのよこれ。もう見てる方もびっくりする。いやだってそれ以外ないっすもん。黙っときゃいいんですけどね、どうせ使うとこないんでね。もうちょっとわーってやりたかったですね。そうそうそう、2人で当たってこうわーって。お互いやっぱそういう瞬間を何度か迎えたい。まあ通常じゃしょうがないと思いますけど、はいはいはい、まあ、動画的にはレミンさんにここぜひ頑張っていただきたいところ。 48% ぐらい。あー、いきなり出てきた。全長ゼロゲーム。出たらこっちも来たぞ。久しぶりの中断チェリー。リップデーでいいぞ。ちょっとこれレミンさんの2ゲーム間見守りましょう。レア役でもいいぞ。でもじゃない、レア役が一番最上位。いきます。ほら、あらあら、左から押しちゃおうかな。ほらリプレイだ。リプレイでもプレイだ。 50% これがなければ確定。シェイクがあなければ確定なんですね。サルザー以上の場合は必ず出ちゃうんですね。外れるときは外れる。見た目は強そうな演出なんですけどね。出ないければ確定。基本出ますもんね。シーンは出たら確定です。ああ逆なんですね、はい、シーンとサルザーリプレイのときね。はい、リプレイ以外で出たら全部確定です。ベルとかで出た、はい、基本出るときはまあ皆さんをあの思い返してほしいですけど、リプレイが揃ってます、はいはい、だから 50% でなるなです。サウザーの場合はなるななる。あ基本がこれですね、はい、死んだったら確定、はい、死んだけ。ほらうわほらすごいうまい。ちょっと待ってこれ強レアだったらあれ京都確定ですかね。中断チェリーだったら京都、まあ角でも可能性は、まあまあ勝ちは勝って。あ V ストック、わ京都確定だった。京都持ってきたな。あんだけ出なかった中断チェリーがここでめちゃめちゃ大事なところで引きましたね。ドキ出てくれ、これはすごいですよ。ドキ出てくれ頼むやめてくれ。シャオはもう出てくるんだからもういいのよ。そうか、トキお願いしますまあでも素晴らしいですよね、ここで中断チェリーは。いいとこでね、数少ない中断チェリーをいいとこで来ましたね。あとは、ね、まあ無双転生来たらちょっと僕はビビりますけど、 V ストックだけならまだ。いやいやでもこの間まだ待ってください、23ゲームなんですよ。あここで出てきたらやばいですよ。宿命バトルが勝ったらトキですよ。これ昇格する今これ大体ないんだよもうとかいうのはあるんだけど、23ゲーム残ってるんで、はい、まあまああるチャンスありますもんね。レア役引いたら、いやすごいっすね。勝ったらトキっすよ。やばいっすよ現実的に。もうトキ出てきちゃったら頼むレア役。怖いな。もう俺ここしかないと思うんだけどこの台のもうこれしかない気がする。いやわかんないですよ。わかんないですか、まあ、800ゲーム近くレミさんがただやれてなかっただけかもしれないですし4なのに人が変われば急にね、出だすこともありますからね。急にめっちゃ初当たり軽いみたいなね。あーもう10になっちゃう残り。あとは今レイ言うけど、はい、トキ実はトキでしたみたいな。それは
始まった、バトルパート始まった瞬間に時バトル。ああ嬉しいパターンですね。最低無双転生チャンス持ってこないとな。中段チェリー引いてますからね。さすがに。さあこちら久しぶりの中段チェリーは復活。当たりな。あ、七つ。それレークじゃないですか。あ、違うんだ。七つは強いですよね。え？何も引いてないですかチャンスで。引いてないです。天国？え？七つのガセってことですか。中段チェリー復活でした。さあ。時がポンってやったりして頼む。もう戦う前から負ける気全くしてません。さあ6回目まず負けないからね。うわぁ、いい